listening to Shibuya Cross FM。 さあ始まりました、メイドインシビアということで、パーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラックボーイズ編集部メイドです。お願いします。お願いします。さあということでね、毎月やっておりますけれども、まだまだ初めましての方もいらっしゃると思いますのでね、どんなユニットか、今日はしゅんちゃん、はい、はい、僕たちラックユーボーイズ編集部メイドはラックユーボーイズパスという全国雑誌を作りながら自らもアイドル活動をしようというアイドルユニットです。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあということで番組紹介、今日はるとお願いします。はい、この番組は流行の最先端渋谷からめっちゃ見合うけどラックユーボーイズ編集部メイドが巷で流行っているものなど最新情報を発信さらに目標としているステップを目標としてワンマンライブに向けて多くのチャレンジをしていくという番組です。はい、そういうことでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでね、毎月第3日曜日の14時から10時50分はですね、メイドが渋谷から元気を振りまいていきたいと思いますので、お願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで、自己紹介いきましょう。ポンちゃん。はい、あ、じゃあそこの通行人のあなただけに忠誠を誓います。ハロウィン生まれの生ハゲインテリ男子フラワーピンク担当ポンちゃんこと本田、こっち見てポンちゃんこと本田優です。ポンちゃんって呼んでください。せーの、ポンちゃ ん, ちゃん。はい、ハルト先生、これどう、なんかあんま噛み合ってないな今日ね、やばいね。どうした。はい、次熱いからいきますよ。はい、シャイナハート、エモール魂、君の前で熱くなります。アイスブルー担当第一ハルトです。ハルトって呼んでください。せーの、ハルちゃん、まあ、はい、かけ。はい、負けて生まれて雑草魂、情熱だけは負けません。この間100円があったんですお財布に。おうおう。で、自分家の近くに100円の自販機があって、もう100円って知ってるんで100円だけ握りしめて行ったんですよ。110円になってました。高値上がったったんだ。かけるんです。かけるって言ってください。せーの、かける。フリートーク挟むとこなの。いつもいつもそこで挟むよな。考えてきてるよ。なんか考えてる。あ、ええと、今日打ち水浴びたいよねって話をするか100円の自販機の話をするか迷いました。じゃあ後でちょっと打ち水の話もしてもらうか。あ、うん、まあ、せっかくやしな。あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。こっちも。はい、ということで。はい、しゅんちゃん。はい、やる気ない本気ないみんなの末っ子ないハッピースマイルをお届けします。緑担当の水田俊大です。しゅんちゃんって呼んでください。せーの、しゅんちゃん。はい、関西受験のツッコミで爆笑いただきます。メイドのしゃべくる王子、松んこと松岡私です。松んって呼んでください。せーの、松ん。そこに入ってるみたいですか。みんな隠すか。最近こうやって出してみた。もう出しちゃったらええの。脱毛してます。よろしくお願いします。はい、ということで、この後ですね、まあ今月4月はですね、まああの先月はしゅんちゃんの誕生日月間ということでしたけれども、かけるが4月誕生日ということで、よ、はい、おめでとう、ハッピーということでね、本日、天口かける、生誕月間ということで、かけるの好きなところ選手権ということでお便り募集しておりますので、皆様、リプとか DM 送ってください。お願いいたします。よろしくね。お願いします。はい、見てください。さあということで、まあ、7月入りまして、もうでも折り返してな。ね、7月後半、ね、そうやで、ね、早いですね。そうそう、まあでも触れとかないといけないので、やっぱかける生誕ですか。はい、はい、うん、どうでした、やらせていただいて。めちゃくちゃ楽しかったです。あの去年ね、できてないよね、はい、生誕祭というものを。そうなんですよ、うんうん、で、まあ前はあの横浜のロフトさんでね、はい、生誕のなんていうの、トークイベントみたいな感じでオフ会、うん、生誕お迎えっていうのをやらせてもらってたんで。あの時あれやっけ、なんか一人で1ページ歌ったんやっけ。歌いましたね。なんかやってたよな、はい、しっかりあの時は1ページ最後まで歌えたんですよ、間違えずに。で、今回どうやった。振り向くのさ、本当は何やっけ。振り向くから、まあ、これがまあね、ズレですよね。堂々と間違えました。堂々と間違えて、はい、でもあれな、アレンジだと思ってんけどな、うん、普通にめっちゃいいアレンジしてるんかと思ったら、うん、普通になんか、あの、めっちゃ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 、ごめんなさいって言って、めちゃくちゃ謝れよって。悔しかった、1ページ間違えたのは。まあまたどっかでリベンジしようや、それもな。はい、リベンジしましょう。ユニットもやったしね、あとね。やりましたね、おのおの皆様。うん。なんか、結構その配信でも言ってたんですけど、うん、やっぱ、合ってたよねっていうのは、いただきました。あー、このおのの、そう、カバー曲、トラジハイジさんとか、歌プリのやつごめんなさいね、覚えてないよ。片だけ知らなかったね。あの、うんうんうん、背中越しのチャンスとか、はいはい、チューとかは、うん、本当に合ってたって。チュー、チュー、チュー、可愛くてごめんね。チューとかチューチューになると、チューかなと思って。チューになると、あのちゃんの方出てくるから、ね、みんな。あそこ、うん、ゲロチュー出てくるから。ほら、踊ってるよ、ほら、かわいい、ほら。もう一回踊ってみ、ほら。
大丈夫だよかわいいねえ、しゅんちゃんね、お腹痛いの。うん、今日そんなことない。お腹痛いって言ってね。そんなことない、大丈夫。あ、飛んでった。大丈夫ですか。多分飛んでったと思います。多分今日あの熱中症にかかってる人が4人ぐらいいるんかな、ね、こんな感じで大変だね。うん、てか今日外むっちゃ暑いよな。やばいね、大丈夫だよ、ね、生きてます。さっき見たらさ、35度、うん、とか今やばない、そこしんどいよな。ふざけてんね。よう来たわ、ありがとう。夏日だよ、本当にありがとう。こんにちは、後ろの皆さん、帽子かぶってね、えらいねな、帽子大事。しんどいから喋られるの気まずい。聞こえてない、届いてない、届いてない聞こえて、絶対聞こえてるよ。あ、聞こえてる。今だって通ってないもん、トラックも。あ、確かに。だいたいこういう時、あのトラックとか通ってするやん、アドトラとかさ、うんうん、ね、なん宣伝なん分かるけどな。確かに、うん、ちょっとうるさいな、あれ。喋ってんねん。そう、ちょっとうるさいねんけどな、ね、うん、本当に。まあ言うてますけれども言うてますけど言うてますけど本場の関西の方で言うてますけど聞けたわ、なんか生で確かにこんだけ付き合いあるけど言うてますけど、初かもしれない言うてますけどね。あ、まあ、ちょっとかけるのね、あのメッセージも送っていただいてるんですけれども、はいはい、まあ、7月入って皆さんどうですか。7月なんかどんな感じ。元気元気タモさん元気タモさん元気松井さん今日大丈夫ね。こっちじゃなくて意外と松井さんなのかもしれない。いやなんかさ、俺7月入ってあんま寝れてなかったんよ。なんかさ、松井さん言ってたね、言ってた。でドリエルっていう薬を買って飲んだよ。で昨日結構寝たのよ。おお、よかったよかった。逆によな、今逆に寝たことによる。寝たことによる。あ、なるほどね。あと松葉しました。あ、そう。つなげ方伝わるかな、それ。そう、めっちゃめっちゃむっちゃ上がってん、目すごいよ。キュルルンしてるんですよ、うん、そう、いや、すごいと思う。松葉って急にすごい、急に感動。なんかアップで、アップで、あそこのぜひ、松葉を。あ、ぼやけてるな、ぼやけてるな。そんな急にピントは合わへんねん。せっかくなのに。あ、大丈夫ですよ、スタッフさん、そんな動かなくて。座っといてください。すいません。座っといてください。大丈夫です、すいません。アポホテルの社長のあの、たこ焼き味のあれ食うといて。伝わらん、伝わらん。なんか後ろに、あの、アポホテルの社長の、なんか、あの、何、うまい棒があって、たこ焼き味やん。か、あの、あんま、あかん、あんまやめとくか。あの、なんかいろいろ濃いな、思って。顔も、味も。あ、なるほど。まあ言うてますけどね。またどっかで泊まりに行きますね。泊まりに行きますね。さあということでね、早速初めのね、まあいい感じに時間もね、7分経ちました。オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。最初のコーナーに行きたいと思います。はい、出して、天狗打ち×生誕月間×の好きなところ選手権。はい、ということで、まあ今月7月かけるの、まあ誕生日で生誕ライブとかもさせていただいてね、まあそれはもう終わってしまったんですけれども、まあ7月いっぱいはお祝いしましょうよと、はい、いうことで、皆さんからいろいろね、こう募っておりますけれども、はい、まあちょっと、まあこれ先月もやったかもしれへんけど、今メンバーからもね、好きなところをね、一個ずつ言ってもらおうかなと思いますし、はい、これどうする、後でにする、今考える、パッて出てくる。考える、ちょっと出てこないかもしれない。お祝いの言葉考えるってある？あるよ。ねえ、あるとか言ってるんですけど、この人怖い。怖いんだけど。じゃあ、これは、あ、大丈夫、あの、ラストにします。わかりました。ポンラストにする。やだ、それはそれでやだ。で、ポンラストにして、最後の本当のラストでかけるか、自分の好きなところって自分の好きなところね。素敵素敵素敵。はい、言ってもらおうと思います。じゃあ、ちょっとさっき、あの、DM… 読んでいくか。はい、はい、来てますので皆さんありがとうございます。ありがとうございます。送ってくださった皆様、では行きましょう。まず最初のお便りです。ペンネームあなたの公式ですさん。はい、メイドの皆さん、松岡さん、31歳の誕生日を迎えた天狗さん、こんにちは。うん、20あの、こんにちは。あ、この感じで言うと、俺とカゲルがもうメイドちゃうか、もう3人やな。確かに3人がメイドみたいな、ね、あの初期の感じになるやん、3は。いろいろツッコミどころが、僕も松津さん側になっちゃった。そうやな、ほんで31歳か。30じゃないです、危ねえ。30歳ですよとか言おうとしたけど、違います。実際何歳ですか。20歳とちょっとプラス2歳です。29歳です。天狗さんの嫌いじゃないところ、はいね、これよく言うんですよね、かけるが ね、好きなところとは言わずにね、常に全力なところです。全力すぎて空回りしてる時もあるけど、それでも心折れずに努力してるからこそみんなに愛されてるんだなって思います。弱い部分を見せないところも素敵ですが、頼れる先輩とそれ以上に頼れるめいっ子がいるから、たまには甘えてくださいね。以上、公式でした、ということでね。いいこと、あ、いいですね、ありがとうございます。メンバーとめいっ子に支えられております、ね、素敵。うわ、次長いよ。長いよ。ペネム、推しがロールアイスの店長さんやるときは一番に並んじゃうよねさんですね。はい、ありましたね。
去年ね、あったね、もうね、しゅんちゃんがね、ロールキャベツ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 の店長はやってないかもしれない。ロールアイスの店長やってましたからね。やった。はい。まさかの一番前でした。そうですよ。食べに行こうと思って言ってたもんな。一番前で張り切ってた。原宿でね。一個より前に並んじゃうっていう。え、あのお店ってまだあるよな。あるよね。ありますあります。ないとか言ったらやばいよな。さあ行きましょう。メイドの皆さん、そして本日のヒロイン大地さん、こんにちは。え、あんただヒロインなのね。あんただってよ。びっくりしました。こんにちは。取られた。普通。かけるの好きな嫌いじゃないところを発表します。はい。まずステージでの表現力、感情を込めた歌い方や歌詞に合わせた表情でより曲の世界に引き込んでくれる力があります。特に生誕祭での光へのソロはかけるの気持ちがすごく溢れていて本当にめちゃくちゃ良かったです。そして何事にも全力、釈迦力侍なところ、侍、それが人とはずれているところでもあるけど、だからこそかけるのオリジナルのが、綴られているのさ。フィジのさしかも、のさのところ、ちょんちょんされてます。強調、強調されてます。豊かな発想力は間違いなくかけるの武器です。誰にでも優しすぎるくらい優しい天狗地かけるなので、自分を押し殺していないか心配になることもありますが、かけるがかけるらしく、20歳とちょっとプラス2歳、29歳やな、1年を過ごせるといいなと願っております。ということで、今日は松岡さんの、こんにゃくギャグが2つも見れると聞いてますので、こんにゃくギャグ2つも見れる。ちょっと聞いてくれ、はい、これなんでこういうことになってるかって話だけど、何毎日起きたらおはきのこみたいなつぶやいてるので、かぶらずに俺はそのこうからつく言葉をバーッとやってたわけ。俺もこれ多分半年ぐらいやってる、やってますよな、多分かぶってくんのよ。あと忘れてんのよ。使った言葉もね。で、あのこんにゃくが死ぬほどかぶってるんよね。おはこんにゃくが2個ね、わかりました。きつー。さあ、続いてお便りいきます。ラジオネーム、チョコバナナパンケーキさんからです。あ、美味しい。かけるの皆さん、いろいろ、いろいろ違ってきちゃう、それは。みんなかける。間違えた。うるさいよ、このグループ。間違えました、すいません。メイドの皆さん、こんにちはと。こんにちは。かけるの好きなところは、笑顔が眩しいところと、とにかく頑張り屋さんなところです。はい。ステージの上でキラキラ輝くかけるんの笑顔が大好きです。これからも応援しています。ありがとう。あ、むっちゃ来てるわ。ちょっと待って、え、読める、全部読む、好きよ。とさらっと読んでいくな。メイドの皆さん、こんにちは。今日も暑いですね。熱中症に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。今日のテーマはかけるの好きなところですね。私はどこの人、大丈夫、変わろうか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 。かけるのちょっとずれてるところが、いじりがいがあって好きです。以前かけるがソロで24時間配信をやった時、ポンちゃんとマッツンをそれぞれ〇〇というゲームをやった際、やったね、やった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 、本当に全部全然合わなくていや、ほんまに合わへんかったね。合わなかったみたいなゲーム。そう、やきもきさせられながら、あまりのかけるのずれ具合に笑ってしまいました。狙うと逆にダメな気がするので、冬に出るズレをこれからも大事にしてほしいと思います。これからの1年もかけるにたくさんの素敵なことが起こるよう願っております。楽しくお過ごしください。 PS、 目がなくなる笑顔も可愛いと思います。ハンドルネーム、ねむみざわふかみさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、来てますね。次行きましょう。ずれてるところ、あの3人でやったやつ、そうね、めちゃくちゃやばかった。嬉しい。だってなんか指で5本な、どの指ですかで、せーのでも合わへんし、なんか3択ぐらいのやつでも合わへんかったね。そうそう、なんだったら最後の最後も右か左かで2人でやってる時にやったのに、それすらも合わなかったの。合わなかった。そう、ちょっとだから今度やってみて、2人やったー、やってみよう。もしかしたら合う人がいるかもしれない。確かに、確かに、確かに、言うた、ずれちゃってる、ずれちゃってくる。前髪短い、パツンなったから、あるから、最近前髪あるからな、めっちゃ短い。俺その前髪やったらクソやんでるわ多分。ペンネーム、出来の悪い天狗地を持つと兄は心配なんださんです。いや俺だから前さ、4月ぐらい髪切りすぎてパッツンなった時あったやん。むっちゃやんだもん、ね、俺久しぶりに俺またあれ買ったもん、あのあれエクステ、あーのエクステ、ね、でもまあかけるやもん、それはかけるやからこそな。そうです、な、味があって、クレラップの子供がかけるやから、クレエースかサボやったから、クレクレじゃなくてクルクル、今エースかサボやって、そして、メイドの皆さん、松岡さん、20歳とちょっとプラスなんだっけ、29歳を迎えた天狗さん、こんにちは。今日は信じられないくらい晴れてますね。暑いですね、気をつけてください。かけるの嫌いじゃないところは声がでかいところ、
声がでかいのにステージでの細かな表情や、表現力がすごいところ、自分のことより人のことを気遣って優しすぎるところです。いつでも笑顔なかけるんでも元気が出ないこともあると思うので、すっごい高めから見守っています。高めから上からこう見守ってるということで、いい多分ハンコックですから送ってくれてるのは。はい、ここにもあるやん。今日は松岡さんからのお誕生日プレゼント、こんにゃくかける2お届けします。やばい、ほんまにやばい、2ですからね、しかもほんまにやばい、やばいやばい。まだちょっと後であの音楽流れてから考えます。かけるんが1年元気で過ごせることを、あ、飛んでた、いいところ、いいところ、元気で過ごせるように気持ちを込めて見守ってるので見てねって、俺のギャグを、はい、しっかり気持ちを込めてやりますのでよろしくお願いします。2位ですからね、じゃああんまりあのそういうのやめとき、ツイッターとか SNS で、そうですね、うん、大丈夫、あのこうなるで、こんにゃくがギャグのことで頭いっぱいから気をつけよう。さあ行きましょう、ラジオネームです。やばいやばいやばい、ほんまにあ、ハート、マジで書いてる、書いてる、すごい、間違えてマジで書いてる、見て、ラジオネームです。あ、びっくりした、おもろいね、びっくりした、本当にセンスいい、ひまわりケーキさんですね。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎日楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。かけるんの好きなところは周りと違うことです。本人はズレてると気にしていらっしゃいますが、そのズレが化学反応を起こしてメイドに素晴らしい影響を与えていると思います。そしてズレは言い方を変えれば個性です。自信を持ってくださいね。これからもかけるんらしく楽しく活動していってほしいなと思っております。かけるん大好きよ。今日も暑いので体調に気をつけてラジオ頑張ってくださいということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大体ズレとか笑顔やな、確かに、うん、あと声がでかい、声がでかいやな。一票やっけ。さあ行きましょう、まだまだ来ております。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。天狗さん、こんにちは。こんにちは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。天狗さんの好きなところは笑顔ですかね。お目目がないないがとても可愛いです。あとは何事にも全力で挑むことでところですかね。ここは本当に尊敬していますし、ライブで見ていてもすごいなと思っています。その全力の意思を自分にも欲しいですと、どうか分けてください。分けてあげてや。はい、ゲボ吐いてください、ね、すいません、ちょっともうちょっとでね、今のね、放送事故でございました。危ない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 、すいません、ね、はい、ゲボを吐かれる方は ぜひビニール袋にお願いいたします。改めてお誕生日おめでとうございました。好きな一年にしてください。最後にパンケーキは何色か教えてください。黄色です。早っ、黄色です。早すぎ。茶色です。黄色です。茶色です。黄色です。茶色です。はい、天狗寺かける生誕、これ新しい人のやつです。まこちゃんからいただいております。お、かけるの好きなところ、笑ったら目がなくなるとこ、真面目なとこかな。8月18日メイド4周年ライブ楽しみにしております。お、ありがとうございます。毎日暑い日が続いておりますので体に気をつけてくださいねということでございます。ありがとうございます。さあこれラストいきましょう。これラストやな多分。ちょっと待ってな。あ、大丈夫ですね。まだ間に合うでしょうか。間に合っております。間に合ってます。よかった。こんにちは。こんにちは。メイドの皆さん、かけるの好きなところは笑うと目がなくなってなくなるところと、ファンのことをしっかり見てくれる優しいところです。暑さもきつくなってますので皆さん熱中に気をつけてくださいねということでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あのずーっと喋ってるから酸素がなくなってくるんです。大丈夫大丈夫、あーなってくるからね。はい、ということでね、たくさんいただいておりますけれども、どうですか、かける、いっぱい好きなところ。笑顔がなくなっちゃいますね。笑顔じゃないよ。笑顔がなくなっちゃいます。違うよ違うよ。今のは目がなくなっちゃいますねの方ですね。ね、笑顔がなくなってしまったらもう終わりですからね、すべて。今のこのメール全部がなしになる。そこがいいねって言ってくれてるのか。笑顔で目がなくなるところがいいっていうことでね。これからも目ない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 。今ない今ない今ないね。もっとなくしてもっとなくしてもっとなくして。それ一番ない今。もうないですね今。ねんだよお前。切ろよ。お前放送中に、あ、怖っ、あ、怖っ、目開けたらお前顎も出るタイプな、顎、うん、グーグーやってたで、歯並び、歯並び、何何そこ歯並びが綺麗や、映像で見ててもいいして、いいして、あ、歯並び、あ、まあ、歯並び綺麗なのやな、いいしてや、うんってしてや、いいしてや、あ、綺麗、はい、歯並びを見る時間、いや、今こんにゃく考えてるから、これで時間稼いでるんだよ。今まだ時間稼いでるから言うなって。え、なるほどね、言うなって。いやでも 2回いけますから。いや1回しか、1個2個を1個に凝縮させるか。
おー、あったら、おー、そう、誕生日やから大きくちゃんとこんにゃくゲーコさん、こんにちは、こんにちは、メイドと申します。さあ、ということで、あのメイドのみんなからもちょっとかけるの好きなところ一個ずつ言っていこうか、うん、な、うん、じゃあちょっとしゅんちゃんから言ってもらおうか、しゅんちゃん、かけるの好きなところ教えてくださいよ。でもなんかさ、生誕でいっぱい喋ったからさ、今ちょっと好きなところ喋ってるわ、今だから、ねー、いい話してるよ、声小さいって怒られちゃうからやめてリアルなやつね、あ、でもね、本当にいろんなことをちゃんと真剣に向き合ってくれるんですよ。あ、そうね、あの、うん、逃げないいろんなことからっていう真摯なところが好きです。あら、優勝はいはい、まだ1個目、はい、まだ誰も言ってない、この後もう言いづらいわ、そしたら TO の後、あ、TO 先にしてもうた、優勝です。小指あげんな、お前直すときに。ハルは同期として、お、そうですね、うん、でも何事もまっすぐなところ、はい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 、みんな多分気づいてるけど、やっぱ全力投球、キャッチフレーズにもあるけど、めちゃめちゃまっすぐで、なんだろう、あ、気持ちよさそう、あの、曲がらないんですよ、はい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 、一つ言ったことちゃんと突き通す信念はすごいなって思います、うん、あー、どう、気持ちいいの今、ありがとうございます。いや、気持ちよさそう気持ちよさそう、こいつなんやねん、お前、いいね、いいね、まあ、でもしゃあないよ、もう誕生日は気持ちよくならないといけない、そうね、そうね、この後気持ちよくなれるから、また数ヶ月、確かに、うちらね、まだ待ってるから、そうね、あ、俺行こうか、はい、そうやな、いや、でも 100-0 やからな、まあ、全力の時の、まあ、そうね、そうね、周り見えないもありますけど、うん、まあでもあれじゃない、やっぱズレですよ、俺、ブログにも書きましたけれどもあのズレは個性ということ、さっきもありましたけれども、個性なんでね、うんうん、あの新しい化学反応を起こしてくれるというところがね、うんうん、あ、こういうあの何入り口もあるんやっていうのを教えてくれる、まあ10回に1回ぐらいそういうことがあるんでまあ9回ぐらいマジでズレてるやんっていうことがありますけどまあその10回のうち1回のね、全力でね、そうやってね、ズレてくれるっていうのはね、俺は嬉しいのでね、一生ズレといてください、よろしくお願いします。 ありがとうございます。なんかやっぱ一生ズレといてくれるのな、うん、大事大事、やっぱ一人はこういうやついないと、個性だもんね、そう、個性が、それが個性だから、メイドの個性として生きてもらわないと、メイド、うん、どうもメイドの個性です。今ちょっとずれてるの分かりますかね、皆さんあのコメントがね、ちょっと褒め言葉かなと思って、メイドの個性です、そういうとこですかね、はい、じゃあちょっとね、やっぱあの年は上でも後輩の、あんと、そうね、今考えとこう、あんと、あー、あのでもブログとかにも書いたから、それこそそれ読んでもらって冷た冷た冷た、はい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 、あの、はい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 、あのツイッターの占いが好きです、ラッキーアイテム好きです、以上です。でもあれもな、まあ続けてるもんであるよな、ねね、あれ、まあでも間何回かやってないけど、たまたま飛んだった時があったっすね、なるほどね、まあね、あ、これにしよう、はい、なんか見つけた、なんか見つけたよ、なんか見つけましたということでね、じゃあ、あ、ラストにやっぱ自分の好きなところをね、お、聞きたいね、やっぱ自分自身を知ってないとダメだと思うから、次教えてくださいよ。まあ、かぶりますけど、うん、でもやっぱステージで楽しいのは自分だなって自分が思ってるとこですかね、はい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 、まあ、写真見てるとほとんど笑顔やからね、かけるって、あとあの、よく胸に手を当てる、当てる、いや、めっちゃやんのよ、めっちゃやるです僕、うん、で、あの、その、なんていうの、笑顔じゃない時のかけるの顔ってなんかなんか食べてるやん、食べてる、なんか食べてるやん、めっちゃ食べてんねんそんなんだっけ、めっちゃ食べてる、よく見てください、かけるはそういうところも面白いので、当てがち、表情ですね、表情ですね、表情ね、見てもらおうということでね、はい、はい、ということでございまして、皆様たくさんのお便りありがとうございました、ありがとうございました。さあ、ということで、まあ以上でお便りコーナー終わろうと思うんですけど、まあ一発ね、ちょっと曲聴いてもらって、続いてのコーナー、今日ね、あの聞いてる皆様、ハッピーですよ、今日、あの今日のコーナーはね、何をするとかいうよりもね、聞いてもらう話になりますので、よかったら、最後まで聞いてください、よろしくお願いします。ということで、まずはこちらを聞いていただきましょう、生きている、あ、ごめん、これあれか、ポンちゃんに曲振りしてもらってたな、ポンちゃんやって、あ、やりづら、それでは聞いてください、生きている、それだけでも難しいこの世界で、
こんにゃくギャグやります1個ね。いやちょっと今日何食べようかな。いやでもなちょっとダイエットしてるからな。そうやな、でもな夜ちょっと今日遅なるからな食べるのな。何がええかな、ちょっと待って、こっち、あちょこれ、あこれ食べよう、こんにゃくを、こんにゃくかける、ちょっと一回振って、もう一回やるから、次もう一回やりますね。ちょっと俺こということでお聞きいただいたのは、あ、ちょっと待って待って待って、まだ氷河期に入ろうとしてんだから今。お前流れ分かれ。あ、ごめん。寝て。こんにゃくうめ。松さん、婚約してください。こんにゃく食べてたら婚約された。ということで今日の続いてのコーナーに。今夜クールだ。ちょっと待って。今夜クールだよ。今むっちゃ暑いねんけどさ、もうやめてくれ。俺もうこれ以上出ないわギャグ。こんにゃくなんか今夜しかないやん。もう婚約で体熱々やで今マジで。ああ電楽が一番好きです。婚約じゃない婚約。さあということで続いてのコーナーに行きたいと思います。はい。頑張りました大将。コーナー振りします。リバーブお願いします。全部言うやん。続いてのコーナーです。題して光へサブスク配信記念、最速でみんなで聞いてみよう。よっしゃ。ということでね、メイドの最新曲光へなんですけれども、はい、日付変わりましてですね、なんと7月の17日の00時よりですね、各サブスクよりですね解禁されるということで、お本日まあちょっと1日前でございますけれども、うんうん、ここにいる皆さんと一緒に最速で光へのちょっとまあ音源入れたもの、レコーディングしたものを聴いていこうということでございます。やったね。イエーイ。そうか、みんなまだライブでしか聞いたことない。そうみんなまだライブでしか聞いたことなくて、で多分そのまあ解禁するよとは言ってるけど、日付も多分今初出しちゃうね。そうだよ、だと思うんですけども、さらっと言ったけど、そう、まあ一回聞いてみて、その後にまあこういったもののエピソード、まあ光に対するおすすめポイントだったりとか、ライブでこういうところいいよとか、曲でこういうこと苦労しましたとか、いろいろ話していこうと思いますので、まあまずちょっと光聞いてみましょうか。そうね、僕らもまだ数回しか聞いてないので、まあみんなで聞いてみてね、どんなものかって。まあポンちゃんに関してはね、まあ初音源という形になりますので、でこの5人体制でも初めての、曲になりますので、ちょっと一旦聞いてもらおうと思います。大丈夫ですかね。はい、ではそれでは聞いていただきましょう。光へです、どうぞ。
はい、ということでお聞きいただきましたのがサブスクに配信されますヒカリエでございました。うえいヒカリエねえ、本当にどうですか皆さん、こんにちは。暑いね、暑いな、ね、水分取りや、熱中症気をつけてね。暑いからシーシリモンええな、俺もシーシリモンにしたかったわシーシリモン美味しいやん、むっちゃ美味しいね、うん、ヒカリエって感じの色してるやん。ちょっとよくわかんないどういうことねえ、ということでね、ヒカリエね、聞いていただきましたけれども、まあこれやっとやで、ポン、どうよ。なんか、うん、そうですね、まあ音源として聞いたときに思っ、おお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 いね、そう、音源として聞いたときにね、あ、そう、うん、音源として聞いたときに、うん、なんか自分の声じゃないみたいというか、なんていうか、そのライブの映像をそうそう聞くのともまた違った、そうそうそう、あ、なんか自分の声がこの何曲になるっていうのがもう初めてだから、嬉しいやろ、すごい、そう、感動しました。わかるわ、感動すんのよ一発やっぱ、ね、そうなんだよね。で、まあ、聞くとさ、そのまあ一連の流れでこう曲が完成したものをみんなは聞いてるけど、うん、結構ね、何回撮ってこれもテイクもこうでとか、うん、やっぱいろいろ苦労して、ね、今回あんま時間がなかったのもあったんやけど、うん、ほんま詰め詰めの時間で、ね、レコーディングもやって、うん、だからほんまにね、結構ね、苦労したものでもあったんですけど、ね、で初めてのね、レコーディングのところの場所でやったのもあったんですよね、うんうん、な、俺ら初めて、俺らも初めてやな、うん、そうです、そうやね、あ、こんにちは、はい、すいませんね、ちょっといろいろありまして、緊張力がここにあるんですけれども、はい、ちょっと虫飛んでまして、そうね、ちょっと一回その虫をね、ちょっと一回退治したいなと思って、光栄もあるけど気合い入りすぎてガッブ痛い折れちゃー、折れてない、柔らかくてよかった、え、折れてない、緊張、どこ行った、どこ行った、緊張してんのかな、緊張いますか、緊張る、お前、え、お前お前今からあと、まあ、まあ、全然全然やってもろて、そっちそっち行った、あっち行った、あ、そう、ああ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 、緊張のつかの緊張する、ちょっと笑ったな今誰か、いや、お前さ、お前今さらっと、お前今さらっと言ったな、緊張る緊張するーとか言って、なんか緊張る緊張するーとか言ってなかった今、でも被るって思ってなかったから、これしかないやろ緊張る緊張るギャグってこれ以外絶対ないやろ、ほんでびっくりしたわ俺今すごいね、緊張るって匂いが、緊張る ね、すみません、ね、なんでこの流れになったんでしたっけ、なんかさっき今光聞いてたやん、ほんで、うん、虫バー飛んでたんよ、うん、でな、虫飛んでて、俺前他のほの、はいはい、ラジオでも虫が飛んでて、ここで、うん、で、緊張力使ってバーって虫退治をした回があった、今月な、しかもで、また虫飛んでてん、ハローで、これを持ってきておいたら、うん、後ろでスタッフさんが、え、この後曲終わりに緊張力でギャグですかって書いてでも完璧がね、台本じゃなくね、こんにゃくで見たやろ、滑り具合メンバーも敵やったぞマジでメンバーですら敵やったんやから、ね、でちょっと虫飛んで、またちょっと飛んだらまた週やるけれど、そうだね、まあちょっと光へのね、サブスク配信という話で、はい、そうね、戻ろうね、じゃあどうしようかな、春、はい、どうですか、なんかこうエピソードあります、光へ、ここ例えばここ聞いてほしいでもいいし、うんうんうん、なんかこういうとこ苦労しましたとかでもいいし、あー、そうだね、光へのかけちゃんと一緒に歌うところのフレーズが一番のとこね、そう、うん、できるよできてな、あの日の泣いてた自分に伝えたいんだってあるんですけど、うんうん、あそこのフレーズのなんか伸ばす場所が、うん、あ、その難しいよね、そう、難しすぎて、うん、もうそれだけで何十回撮り直したのってぐらい撮り直して、あ、そうなんですね、何回もやっぱ自分で覚えてた、うん、そのなんていうんですか、間合いというか、うん、まあ、ところと実際なんか こうしてこうしてっていう風に言っていただいたやつを直すのにむずーと思って、はいはい、あるのね、長さこう息を合わせないといけないんで、そう、仕掛けちゃうと一緒だからね、そう、ちょっと伸びてしまうととか、とか何秒もとかあったりするから、やっぱそれ苦労するんですよ、撮るときにね、そこが苦労した、そこいっちゃん時間かかりました、だからそれ聞いてほしいな、サブスク、どんだけパチッと合ってるか、確かに、まあ、切ることもできないけど、それするとちょっとなんか音のこの ね、音が変わっちゃったりとか、うん、ちゃんとこう決めてやったりとかね、確かにテイクいっぱい撮ってんねん、これ実は、うん、ね、しんどいねんで、結構、うん、楽しいけど、うん、しおちゃんどうよ、まあしおちゃんも長いやん、結構撮ってきたん、いろいろ
でも今回さ、あの作ってくださった方がさ、うん、レックしてくれたじゃない。そう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 、レックっていろんなパターンあるんですよ、うん、アレンジしてくださった方が作った人じゃなくてとかいうパターンもあるんですけど、うん、今回は同じ方がやってくださって、その場で、はいはい、なんかこここうしてよみたいな、なんかアレンジじゃないけどさ、うん、あ、あったあった、なんか僕かけのさ後だったの、うん、はいはいはい、かけのちょっと聞いてたんだけど、うん、なんかラップのハモリ、あ、そうだそうだ、うん、なんか P とかもいて、うん、なんかハモろうみたいなのを、うん、なんかその場でやってたりとか、うん、あと僕の時はなんかあのウォーおおおおってアンセムあるじゃん、うん、あれをあのオクターブ上とオクターブ下両方やってみてとかっていう、なんかその場での指示が、もう上と下で分かれててみたいな、ね、そこでさらにちょっとこう分けてるっていうね、うんうん、とかあったりで、なんかめっちゃいいものにギュッて音源に詰まってるのかなって思うから、でしかもあの音源になった時っていうか、あのライブ音源さやけどちょっと変わったよな、ラストのところの光が、そうね、そう、アレンジがね、音が変わったりとかで、だから初期のその初めにもらったデモと全然違うんですよね、うんうんうん、だから多分初めてさ歌だけ披露した時と、うん、今ライブでやってる音源が違う、違う、違う、オケの音が違う、初めてその配信でみんなでこう立ち歌いした時と全く、うん、全くではないけど全然違ったもんね、おしゃれになってます、そうそうそうやな、そうありますね、なんか今の方がキラキラしてる、最後のサビとかがすごい、俺らそれ聞かされてなかったよな、ね、なんかびっくりした、ライブでね、そうそうそう、ボーイズフェスの時かの時に光をやってて、でリハかな、うん、の時に聞いた、あれあれなんか違うね、違うね、どこでこうすんのみたいな、おしゃれになったね、そうおしゃれになったりとかね、進化してるっていう話もありますね、はい、影どうですか、なんかエピソードでもいいし、そうです、あでもやっぱしゅんちゃんが言ってくれたんですけど、本当にこうマッツンさんとのラップのところは普通に下で歌ってて、2人の声になる、まあハモってんだけど2人の声にはなるんですけど、うんうん、そう上やってって言われて、うん、本当に急遽だったので、そこはめちゃくちゃ取り直ししました、あそう、なんか綺麗に出してほしいんだけど、うん、完全に裏声には行ってほしくないみたいな、はい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 、そう地声のちょっと高めのハモってほしいみたいな、うん、っていうオーダーがあったりとかだったので難しかったですね、あ、まあ、レックね、人によってこうやっぱこう担当パートが違うから、うん、時間のあれも変わったりもするし、うん、結構苦労してるもんな、結構苦労してます僕は、な何回か撮り直してな、はい、汗だくで出てきて今回のとこ暑かったよ、暑かったね、めっちゃ暑かったね、レコーディングだから、そう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 、ダボダボに汗かくぐらい、ね、俺も汗やばかったよ、ね、俺竹のえ前、僕の前、そうやな、だから僕松さんマジで汗ダラってダラダラでお疲れしたーって書いて俺さあ、だから出てきたかなって思いましたもん、マジでやばかった、だから多分後半に行けば行くほどそのブースに多分前の人の熱気が残ってるから、時間も切羽詰まってくるから、そう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 、後半がより多分もしかしたら暑かったかもしれない、俺らもね最初の方だったけどね、うん、春さん最初で次が僕の時でも暑かったですもん、そうやろ、うん、そうなんだ、暑かった、そう、でも俺に関して言うと、うん、俺あのレコーディングが一番好きな仕事なんですよね、そうなんだ、めっちゃなので俺テンション高くない、レコーディング高い、多分ポン今回初めてで入れ違えたけど、はい、前のそれこそ息むずやったりとか、うん、そうきっと君なんだとかの時まだねとかの時も、はい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 、まあ3曲こう撮ったりもしてて、うん、全員いる中で撮ってたの、その入れ替えとか座って聞きながらやったけど、もう俺むちゃくちゃすごいバカクソテンション高くって、そうね、そうね、めっちゃ大好きなんですけど、今回いっちゃん苦労したなって思いましたね、っていうのがラップパートってあそこまで長いのってないんですよ、そうだいたい1小節とか、ね、で当初その歌詞割りもらった時に2人で分けるんやって、うん、みたいな話やったんやけど、まあ、その任せてもらったからその2小節分全部やるんやけど、むっちゃしんどかったで、うん、あと息続かんし、うん、ライブもむっちゃしんどいもあれ、光さしてって言ったと思う息切れてるんだ、息かね、ポンここで歌ってるやん、はいはいはい、にも聞こえてないもんこの後ちょっとしたら移動よもう考えてるのね、だな、苦労したのもあったけど、うん、ポンに関しても今回まあその撮って、まあ、言うたらそのラスト旅とか任されてるけど、うんうんうん、どうその任されて、そう今話してて思い出したのが、うん、最初その落ち旅っていうんですか、うんうん、撮ってて、まあ、うん、えっては言ってもらったんですけど、はいはいはい、その現場にその曲作ってくださった方もいるし、うん、それと別に我らが P も、はい、いらっしゃいまして、うん、そうやな、おったな、そうそう、 P から
ちょっとここもう少しこういう風に歌ってみた方がいいんじゃないかみたいなディレクションがあったんですよ。それがあの落ちサビの最後、うん、で今日はいらない連れて行くんだのところの最初自分が連れて行くんだってちょっと伸ばし気味にビブラートかけ目で歌ってたんですけど、うん、それをパッて切ってみた方がいいんだって、うん、そう切った方がいいんじゃないかっていう風に言って、うん、でそのね撮ってくれてる方も確かにそれいいかもね撮ってみようってなってあいいじゃんってなって、うん、それが採用されてたりもするので、うん、なるほどね。そうそうそう、自分の声もだしその作ってくださった方とプロデューサーといろんな人の思いが詰まったね、落ちサビになってるんではないかなと思いますよ。いやいやいいことだ。落ちサビってねやっぱプレッシャーがかかったりもするし、うんうん、ね、あの歌い出しとかも全部そうやけど、なかなか、ね、あの責任感のあるようなものにもなってくるけれどもね、うん、まあ歌って楽しいよね全部ね。楽しい、どこのパートもな、ね、うん、ね、いい曲が仕上がったと思いますわ、ね、ほんまに。あまだ周年でもとかでもね、やっぱこれ光や周年で光が落ちることはないと思うんで。確かにね確かに逆にやんなかったらびっくりよね。周年ってさ、ほぼ全曲やるじゃん。そうだね、ほぼ全曲やる、うん、でもそのありがたいことにメイドもその曲数が増えてきたんで、うん、そろそろね、マジでむっちゃ増えてきたのよ、ね、だからその初め、ね、メイド入りたての頃の俊ちゃんと俺の時なんて、うん、まあ言ったら6曲ぐらいしかなかったのかな。もう倍以上あるから今、うん、倍だね。そう、なんか去年から一気に増えたね。よう覚えたな、ね、ねやったね。みんなもよう覚えたと思うわ。本当みんなすごいよ。お疲れさん、お疲れさんです。お疲れさんです。でまたね、新しい新曲もね、どこで解禁とかはまだあれですけれども、ね、またねそのみくちゃんのイベントのやつや、うん、しゅんちゃんのやつが、ね、新しい、ちょっとずつ動いていってる感じではあると思うので、そうですね、まあそれも楽しみにしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、ということで、これちょっとこの後告知させていただくんですけども、うん、ラストちょっと曲、あれなんですけど、佐々さん、これラストの曲振りのやつ、もう一回光絵ってできます？あ、OK です、OK です、うんうん、またラストちょっとまた光絵流しますので、また聴いてみてください、はい、ということで、以上、光絵サブスク記念配信、みんなで聴いてみようでした。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん聴いてね。さあ、ということで、まあ、ちょっと光をフルに流したいのもあるので、ちょっとさらっといきたいと思います。はい、ちょっと告知の方に行きたいと思います。ポンちゃん、まずお願いします。はい、我々メイドがですね、ただ今挑戦しているミッションがございます。はい、各 SNS メンバーが頑張っておりまして、フォロワー数5368人目指しております。とそれから、ライブの動員ミッションということで、4月から8月まで主催ライブの方に1000人、お客さん来ていただこうということで頑張っております。はい、ので、近いところで言うと、来週の楽遊ボーイズフェスミニだったり、ラックユーボーイズフェスだったりありますので、遊びに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、そして明日3連休最後の日ですね。7月17日祝日はですね、ラックユーボーイズパスボリューム10の、リリースイベントが、HMV さん、ララポート、柏の葉店さんにて開催されます。はい、ゲストにはプレスオーダーさん、今おるよ、プレスオーダーこっちに。プレスオーダーさん、トップドッグさん、明日よろしくね。ピスカツさんが来てくれます。イエイ。観覧フリーで屋外のパフォーマンス、そして写真動画撮影可能が生々です。ぜひ遊びに来てください。ナムナムです。やっぱマジで俺か。さあ、ということでね、本当にフリーライブでね、貴重なものになってますので、ぜひちょっと来てください。明日晴れの予定なんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はるちゃん。はい、で、そちらのラックユーボーイズパスボリューム10には僕とかけちゃんが掲載させていただいております。はい、はい、ベースでお買い求めいただくと生写真も、そうやね、はい、ついてきますので、ね、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。限定ものなんでね、ぜひよろしくお願いします。さあ、そしてしゅんちゃん。はい、さらに先ほどお聞きいただきました。全員が母言うてる。いただきました。光がのサブスクがですね、7月17日日付変わった瞬間、はい、0時により各サブスク配信サービスにて順次配信予定になってますので、お楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。多分サブスクによって出る時間が少し変わったりもあると思うので、そうですね、まあそれはちょっと待っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして最後にですね、ちょっとこれ何度も言ってることなんですけども、8月18日に赤羽デニーで4周年を記念したライブありまして、こちらですね、まあメイド、まあ言うたらこの5人でやるね、まあなんていうんですか、集大成というか、うんうんうん、まあ、でっかな大きな大事なライブにもなってきて、ね、まあ未来に関わる大事なライブにもなってきてますの で、 です、ね、ぜひちょっと最多動員200名達成したいと思ってますので、テールチケット買ってください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、ちょっとまあ4周年ライブ の、 購入なんですけども、ちょっとまだちょっとね、まだまだ200名達しておりませんのでね、まあ、ご主義さん1000円もそうですし、皆さん一般の方もね、チケット4、そっちはちょっとあんまり売れてないね。
ぜひちょっと買ってください、そっちもまだまだ余ってますのでよろしくね、購入できますのでちょっと声かけてくださいね、よろしくお願いいたします。さあということでございます。さあということでちょっとね、フルで聞けないかもしれないんですけれども、聞けるところまでラストはまた聞いてもらいたいと思いますので、こちら光を聞いてお別れしていただきたいと思います。それではまた来月お会いしましょう。メイドイン渋谷。